皆さんこんにちは、長方形です。はい、愛媛県松山市からお送りしているチャンネル長方形なんですが、今ね、あの市坪駅に来ています。で、今日はね、2020年の8月14日なんですが、なぜね、まあ、市坪駅に来ているか、このチャンネルね、基本的に、鉄道とか旅行の動画をよくアップしているんですけども、今回はね、第1回坊ちゃん夜市というのが開催されるということでやってきました。で、開催期間は8月の13日、14日、15日で、14時から21時までやってます。なので、仕事帰りにも行けますね。前にね、ドライブスルー屋台っていうのをあげたと思うんですね。ドライブスルーに乗って、車で屋台の美味しいね、ご飯が食べれるっていう、そういう動画をあげたと思うんですけども、そこと同じ松山外商さんがやってる、そういうお祭りになります。で、松山外商さんはね、私のツイッターも見てくれてありがとうございます。でね、今回もね、早速行ってみたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。結構ね、子供さんとかね、来られてますね。で、前ドライブする屋台の時にもあった、ついたてみたいなやつで、透明のやつがあって、ご飯食べるところもね、ちゃんと飛沫が飛ばないように工夫されてます。さすがに。たくさんの景品を用意いたします。ひとまずで、まず唐揚げを買いますね。うまい、マジうまい。後ろではね、テニスをしてますね。で、ここはもう、運動公園なので、スタジアムがあったりとかね、あとテニスをやったりとかね、あと、バレーボールとか多分やったりとか、水泳もすることができます。うまい。たこ焼きオープン。おいしそう。さあ食べようかね。はい、うまい。